父と子と聖霊との御名によって、アメン。愛する兄弟姉妹の皆さん、来たる水曜日、金曜日、それから土曜日は、式の祭日で、水曜日式の祭日の水金土です。伝統的にはこの水金土には大小祭を行っていました。今ではその義務がなくなってしまいましたけども、聖ピオ十世会の会員たちはこれを守る義務があります。それで義務ではないんですけども、来たる、水金土、もしもできることなら一緒に、大小祭を下げてはいかがでしょうか。そして、罪の償いと、そして多くのお恵みを求めるためにとても良い機会だと思います。どうぞなさってください。今日イエス様は福音の中で、根源に、招待された時には、定石を、探してはいけないと、むしろ進んで下の方の貧しい、謙遜な席を探して、下座を、探して、そして上に上げられるのを待てとおっしゃいましたけども、ドン・ゲランジェという修道院長の話によると、これは天での根源の座のことだと言っています。私たちは皆天での結婚式に招かれています。三位一体との霊的な一致、永遠の幸せの結婚に入るという神秘へのことだと言っています。その時イエス様は謙遜の者たちを、もっと私の近くに来なさいとお呼びくださるだろうと。ですから、その私たちは皆この結婚の式に預かるために、準備しなければならないと言っています。ところで、これは天使様の創造の定めたことによって、結婚は唯一の真の天使と私たちの霊魂のとの一致ですから、私たちは本物の真の天使を、真理のみを天使として礼拝しなければなりません。これが天使の十戒の第一戒にあることです。真理の本当の三位一体の天使を誠の創造主天使として信じて礼拝するということです。それ以外を拝んではいけないということです。天使を信じないということは不信の罪ですけども、間違ったことを、偽りの神々を信じるということは迷信の罪です。間違っているから罪です。ですから、この世にあるものはたくさんの迷信があるので気をつけてください。自分の力や富や権力を信じることも、あるいは、今日は仏滅だからとか、あるいは風が東から吹いたとか、あるいは猫が目の前のを通ったから不吉だとか、旅行の前に靴の踏み紐が切れちゃったとか、全く関係ありません。私は聞いた話によると、あるカトリック信者さんは十字架のプレゼントをしないんだそうです。なぜですかと言ったら、いや、この方に十字架が与えられる苦しみが来ると困るから。これは全く迷信です。くだらないことを言わないでください、と怒ってあげてください。私たちが十字架をプレゼント、その十字架像をプレゼントしようがしないが、小さかろうが大きかろうがですね、天使ともそれによって左右されません。どんな星のもとに生まれたか、星座が何かのに関わらず、私たちは善をすれば報いられますし、悪を行えば、罪を行えば、そして罰を受けます。たとえ、星の動きがどうであろう、太陽の黒点の数がどうであろうと、また、その他何があろうとも、私たちには自由意志を持っていますから、自由意志の、その私たちが善を選ぶか悪を選ぶかによって裁かれます。私たちがどんな遺伝子を持っていろうが、どんな先祖からの、ものであろうが、全く関係ありません。イエス様は
の家系には女性が2人出ますが、そのうちの2人とも罪人の女性でした。ああ私の先祖はこうだから、ああ心配しないでください、全く関係ありません、私たちはただ、誠の天主をのみを愛して、そして、それをに礼拝して、それのに仕えて、その身旨を果たす、それだけで幸せになります。私たちにどんな十字架が来ようと苦しみがあろうと、それはイエス様からのプレゼントです。それを受け止めて捧げることによって、さらに大きな報いが待っています。では愛する兄弟の皆さん、では天国での、結婚式に、婚宴の式によく預かることができますように準備いたしましょう。父と子と聖霊との御名によって、アーメン。